フォード、モデル B の車上にて、ドロシアラングは、アメリカ合衆国の写真家、報道写真家、大恐慌時代の作品で知られる、ドキュメント写真の発展に大きな影響を与えた。彼女は、ドイツ系移民の2世として、ニュージャージー州放剛県で生まれた。1902年にポリオを発症し、当時まだ治療法が発見されていなかったため、衰弱し、右足の機能を失った。 治療はしたものの常に足を引きずることになり、障害こそが自分の個性を形作る重要なものと考えるようになった。ニューヨークで写真を学び、学びながらフォトスタジオで見習いとして働いた。1918年にサンフランシスコに移り、そこで肖像写真のスタジオを開いた。メーナード・ディクソンと結婚し、1925年にダニエル、 1928年にジョンを出産した。その後世界恐慌の進展に伴って屋外での撮影を開始した。彼女は失業やホームレス問題についての研究を行い、それが地元の写真家の注目を集め、農業安定局の FSA プロジェクトに参加することになった。1935年にメイナードと離婚し、農業経済学者で、 カリフォルニア大学バークレー校経済学部教授のポール・シュスター・テイラーと再婚した。彼は、ドロシアと共に、社会、政治問題の研究を行った。5年間、ポールが、聞き込みと、経済統計を行い、ドロシアが写真を撮るという形で地方の貧困や、規制時の姿勢の搾取、そして出稼ぎ労働者についての調査を行った。 1935年から1939年にかけて彼女の活動は、小作人や農家、出稼ぎ労働者の苦境を世間に知らせることになった。そして彼女の身を切るような写真は一躍この時代を表す症状となった。1936年、カリフォルニアで撮影したマイグロントマザーの一枚。1960年に、この時期の写真マイグロントマザーについて、 以下のように語っている。その後、移民の母は、チェロギーのフローレンス・オーエン・トンプソンであることが1970年代後半になって判明した。彼女は1983年に死去した。アメリカ国旗に対して、忠誠を誓う日系人の子供たち。1942年撮影。1942年7月2日、マンザナー強制収容所において撮影。 日系人の祖父と孫1941年には素晴らしい写真が称えられて、グッケンハイ無奨学金を得たが、新珠湾攻撃の後日系アメリカ人の強制収容を記録するため奨学金を辞退した。強制収容所に移送される日系アメリカ人を取材した。彼女が撮影した日系アメリカ人女児の写真は何の犯罪を犯していなくても交流することができるという、 この政策を思い出させるものになった。彼女の写真は明らかに批判的だったので、軍によって没収された。現在彼女の約800枚の没収された写真は、アメリカ議会図書館で閲覧することができ、写真部門のウェブサイトでも閲覧可能である。また、カリフォルニア大学バークレー校のバンクルフト図書館にも複製が所蔵されている。1952年に、 有名な写真雑誌アパーチャーの創刊者の一人となった。晩年の20年は、健康が優れず、海洋やポリオの後遺症に苦しんだ。1965年10月11日に70歳で、他界した。2番目の夫であるポールと、生涯連れ添い、2人の子供と4人のママ子、そして数多くの孫やひ孫を得た。壁画作家、ラファエル・ブランコ作、ドロシア、 ラングネバダ修理の 2019EN ドロテアラングから日本語化。著者、スティーバプソン、マジホンビ、ピーター・ジー・ウェルナー、スカートカー、トライウルサニアーズほか、ありがとうございます。